ジラニ、またはジラン、あるいはグニラネは、コソボ東部の都市、自治体、ジラン軍、グニラネ軍の中心都市でもある。トルコ語では、ギランと呼ばれる。町名の言われには、議論がある。アルバニアの文献2572年、中部バルカン最大の都市であった、ノボベルド、ノボブルドから移り住んできたジノリッケが建設したから、という説があるが、実証に乏しく、彼らが、 本当に最初の住民であったのかも分かっていない。1915年の第一次世界大戦コソボ攻撃作戦でセルビア陸軍は市街周辺でブルガリア第一軍に対し最後の抵抗を行った。しかし結果は惨敗に終わり、ブルガリアの同盟国であるドイツ帝国に武力で制圧された。第二次世界大戦時にはユーゴスラビアパルチザンが数軸国に対し、 こラニ周辺でかなりの数の攻撃を行った。今日でもこれらの活動を記念するモニュメントが、コレれきシュタ村の中心部などで見ることができる。1999年には、郊外の壊滅したセルビア軍の基地跡に、クファーを管理統制するキャンプモンティースが設営された。このキャンプは、米海兵隊が運営していたが、米軍の派遣人員縮小に伴い2007年に、 コソボ防護隊に移管された。この他にも、ジランには1999年から国際連合コソボ暫定行政ミッションの国際警察特殊部隊本部が置かれている。2008年4月時点で、ジラン自治体には13万人以上が住んでいると推定される。その大多数はアルバニア人でセルビア人がこれに続く。自治体域内ではアルバニア語、セルビア語、 トルコ語の参加国語が公用語に指定されている。街中のビル自治体域内では3700社の民間企業が7900人を雇っている。1999年以前はコソボ有数の産業都市で現在でも民営化されたラジエーター工場やタバコ工場が創業している。2007年夏に欧州復興庁が支援する新都市ビジネスインキュベーターが発足した。 サッカークラブの FC ドリタ、KF ジラニとバレーボールクラブのキロボルトドリータが、ジラニをホームタウンとしている。ありがとうございます。